阿コ事件阿コ事件の人物一覧阿コ事件の人物一覧では、阿コ老子をはじめとした、阿コ事件に関連する人物に関して記載する。阿コ老子は、元六十五年十二月十四日シニアに、九州浅野匠と、長野のあだである光家、吉良光月之助ウの助吉中の屋敷に打ち入り、吉良吉中及び家人を殺害した、元阿コ藩士。 大石義雄以下47人の武士である、阿公老子の紛争。歌舞伎などの創作において広まった典型的な討ち入りの装束だが、史実ではない。かつては、阿公の老人と言われることが多かったが、明治の中期から阿公義士と呼ばれ、ただたかの教えの観点から戦前は、全国的にも阿公義士の名称が一般的だった。 明治以降、三部老死の影響から浪人浪死と称することもある。戦後、おさらぎ次郎の小説が、テレビドラマ化されてからは、赤浪死の方が周知されている。打ち入りを行った人数から47死とも言う。また、47人の打ち足がる寺坂信幸が打ち入り後、孔介之助の死休を、千楽寺にある、匠頭の墓前に運ぶ途中に姿を消しており、 切腹も行っていないことから、一人を抜いた四十六子とも呼ばれる。この、寺坂の失踪が、逃亡であるのか、それとも何らかの理由で、同子たちの許可を得た上で離れたものであるのかについては、議論がある。なお、老子の内野公出身者は、大石義雄を含めて、半数程度で、ついで多いのが、日立国の新壁や笠間の出身者である。浅野家が、 阿公藩に違法されたのは、昭法2年、浅野長次家の代であり、年長の老子は、丘陵の真壁藩、笠間藩時代に生まれていたためである。そのため同地には、現在も、老子の出身家系の休暇が残り、老子の遺品も多く伝わっている。阿公老子が葬られた、仙学寺では、現在も、毎年、打ち入りの日に、義子祭を催しているシニア。また、 元禄十五年十二月十五日は、西暦千七百三年一月三十一日であるが、義子祭は、グレゴリオ暦の十二月十四日に行われている。内ち入り参加者の半数強にあたる二十四人が、匠党人情の際、江戸にいた老子たちである。藩士の多くは国元にいたことを考えれば、この比率は、際立って高い。国元在住だが、江戸まで、 匠頭についてきて、人情事件に遭遇した者も12人いる。過信団の頂点に位置する過労4人と、番頭5人のうち、打ち入りに参加したのは倉之助のみ、物頭は、吉田中左衛門と、原宗衛門のみで、残りは4人、馬回り、故障、及びその家族が大半であった。また、親族での打ち入り参加が多く、 単独で打ち入りに参加した者は21人、残り26人は親子あるいは何らかの親族関係の者と共に打ち入りに参加している。打ち入り参加者の多くは、匠かしら個人から特別な恩調を受けた者ではあらず、むしろ、匠頭との関係が悪かった者もいた。例外は、片岡玄護衛門と、磯貝重郎左衛門で、彼らは、浅野匠頭の側近であり、 一昔前であれば、匠頭の死と共に順位死するような関係にある。一方、匠頭と関係が悪かった例としては、千葉三郎兵衛がおり、千葉は主君に、たびたび還元して、不況を買い、平門にさせられ、人情事件のあった、元六十四年の三月には、A の糸まごいをしようとしていたほどであったにもかかわらず、打ち入りに参加している。 不和和右衛もも匠頭から歓喜をこむり、人情事件の際には浪人中だったにもかかわらず、倉之助に頼んで打ち入りに参加している。阿光藩士に、四分の子や隠居を含めた三百数十人のうち、一、三以上が審問を提出。そこから八十名ほどが脱名し、打ち入りに参加したのは、足軽身分の寺坂を除き四十六名であった。 新聞提出の段階でまず下級武士が、そこから、打ち入りが近づくにつれて比較的高録の者のが、離脱した。これは、最初に、下級武士がいなくなったのは、町人になるなど生計を立てる道があったからであろうし、その後で高録の者のが離脱したのは、浅野大学の処分が決まりお家最高の道が、閉ざされたためと思われる。 離脱者は時に打ち入り参加者から偽絶されたり普通にされたりするが、それは、打ち入り参加者が、離脱者の援助を受けられなくなるということでもあり、大黒柱を打ち入りで失った遺族の中には、経済的に困窮をする例もあった。脱明した元、元は後半氏奏で本中心蔵の早野寛平のモデル。朝野家親族阿功老子の親族5代目。 尾野駅久五郎を奮する清水一学綱則は紀州藩主徳川光貞の娘栄姫と結婚しており栄姫の兄徳川綱則の正室鶴姫が将軍徳川綱吉の娘であることからキラは将軍家とも親戚関係にあることになる科学寺の義子母書ありがとうございます